はい、お世話になります。トライジャのボスです。いつも応援ありがとうございます。今日は、CV キャブのトップカバーを真鍮で作ってたので、ご紹介します。昔ね、CV キャブ、インジェクションになる前、純正のキャブで、たくさんこう使ってたんですけども、でそれをまた S&S のキャブとかミクニとかいろんなものに、変えてって遊んでたんですが、僕はどちらかといえば CV キャブの45 degree さんがやってる CV キャブのあのフルチューンキャブが好きで、すごくたくさん売ってたんですね。でその時に CV キャブを少しでも見た目をかっこよくしようと思って、真鍮でアルミで作ったり真鍮で作ったりして、このトップカバーのあのプラスチックの黒の部分を変えてました。でどんどん日本はインジェクションの方に変わっていったので、キャブがなくなっていったので、販売がなくなったので日本での販売をやめてました。ただヨーロッパの方、あのオランダとかドイツとか向こうの方ではすごく需要があったので、一応 CV キャブのトップカバーの真鍮バージョンを僕は出してヨーロッパに輸出はしてました、ずっと。でところが最近やはりそのキャブを見直すことが多くなってきて、皆さん CV キャブの良さっていうのをもう一回分かられて、触っていかれる方も多いので、ちょっと問い合わせが多くなってきてるんですよ。それでもう一回再販するということで、オンラインショップにも載せるようにしました。これ CV キャブのトップカバーの真鍮バージョンです。で、一個一個削り出しをしてます。この木材から削り出しをしてるので鋳物ではありません。だからこんな感じです。で昔はここにね、タイプ2の柄とかいろいろ柄をやってたんですが、ちょっと今回からはもうこのポリッシュだけ、こんな綺麗に映る、ポリッシュだけを、出すようにします、で、多分いいものだと思うので、喜んでもらえると思います。内側もね、こうやって削り出して全部綺麗に、作ってます。こんな感じかな。こうエンジンタンクの下のこう、エンジンがこう見えるようなカスタムとか、ピーナスタンクのカスタムとかこうした時にキャブのトップが見えると思います。これ真鍮 でこの真鍮はね、ちゃんとごめんなさい、純度の高いという表現がいいかな、いい真鍮を使ってます。だから、これ磨いただけでもこの光り方わかるでしょ。その分こう、ほったらかしにしておくと、こう独特なこう曇り具合であったり、もうちょっと黄色に変わる、なんていうかな、腐食が始まった色っていうのが、旧車のバイクには僕はすごくいいと思います。それも考えてこの素材にしたんで、真鍮でもね、いろんな素材があるんで、これがいいと思います。でしっかりしてます、もう一番最初作ってからで言えばこれ15年ぐらい販売してるのかな。でトラブルがないです。いいと思います。もしかこうキャブ車に興味があって CV キャブをしますどうこうってちょっとすられるんやったら、こういったもんどうでしょうか。であと最近カービングっていうかな、彫金ってありますよね、柄を入れたりする。これもこの真鍮だったら入れやすいし、多分ここに柄を入れられたらすごくいいものがになると思いますかな。こんな感じです。説明終わりで、好評発売中です。よろしくお願いします。トライジャのオンラインショップに、載せておきますので、よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。よろしく。こんな感じ。